ボンコンプレアノ1月22日生まれさん、あ、お誕生日おめでとうございます。ということで、1月22日生まれさんの、お誕生日占いいきましょう。変化に敏感で、変化に敏感で昇魂がたくましいっていうね、特徴でね、頭の回転が速く勘のいいあなたは活発でありながら繊細で変化を求めます。ルーティンワークを嫌い、変化と移動が人生の大きな部分を占め、外国で働いたり暮らしたりすることも。あなたは正直で抜け目のない詳細と先見の性を持っています。人に与える印象に敏感で、良い印象を与えなければと気を使いますが、心の安定を保つ訓練も必要。水瓶座の支配性にある太陽の影響を受け、気さくで社交的。少々奇抜ですがアイデアいっぱい、天才肌で一目で相手の性格を見抜く才能があります。ただし先走りすぎてへそ曲がりで人の話を聞かず傲慢な人物にならないように注意しましょう。で、現実理想主義者で夢の実現、夢に現実味を与えようと必死で働きます。将来のために地味な積み重ねよりも目先の利益に飛びつく誘惑に駆られることも。自分の経済的な支配を克服するために貯蓄と長期投資もおすすめ。28歳になるまでに太陽は水瓶座にあり、自由や友情、個性に関心があります。29歳で太陽が魚座に移ると心の問題に敏感になり、視野が広がり内省的になります。59歳で太陽が牡羊座に入ると転機がやってきます。それまでよりさらに自信に満ち、野心家になり新しい冒険や活動を始めます。1月22日生まれのあなたに隠された秘密。何事も飲み込みが早く、自分をはっきりと表現し決めたことを守り通せば心配や疑念は消えます。柔軟で応用適応力があり、目標に向かって素晴らしい集中力を発揮します。現実をしっかり見つめるとともに感覚的な洞察力もあり、それが夢の現実実現に向かって役立ちます。穏やかで心が広く、誰にでも受け入れられると、考え方をしています。気さくで友人を引きつけ、リーダーとしても人気です。ビジネスセンスがあり、物への強い執着心もあって、博愛主義者にもなれる可能性があります。水瓶座さんって博愛主義者が多いよね。1月22日生まれのあなたに適応した、仕事。仕事熱心で意欲的ですが、変化を好むのでルーティンワークでない仕事に向いています。旅行に関する仕事があなたの冒険精神にはぴったり。実利的であると同時にあなたの理想主義にも満足させてくれる、そんな仕事がおすすめです。ビジネスの世界では先見性を生かし、アイデアを売り込みも得意です。あるいは想像力と感受性を俳優やミュージシャンなどの芸術の世界やヒーリングの分野で発揮するのもおすすめです。1月22日生まれさんの恋愛。社交上手で友達がたくさんいます。素直に人の話を聞き、親しみやすく、精神的刺激、知的な仲間を求める傾向があります。自分から進んで譲歩し犠牲になることも。楽しく過ごしてくれるような人と一緒にいたいので、友情をとても大切にします。愛する仲間を楽しませるときに本領を発揮しますっていうことやねんけどもね、なかなかね、こう精神的な刺激を求める、なんか知的な仲間に
ね、まあ、仲間に適性を求めるっていうところもあるんよね。で、1月22日生まれさんの、長所、誰とでもうまくやっていける、人の上に立てる、直感的である、実際化である、現実的である、手先が器用である、何かを作ることができる、問題解決の達人である、何事もやり遂げる。短所は神経質である、ひがみ根性がある、威張る、見通しを欠く、怠慢である、自己中心的である。だからこう自己中なところをこう他人に目を向けていく、博愛主義やねんけども自己中、博愛主義やねんけども、ひがみ根性があったり威張るっていうところがあるから、そこのところをねうまくね、あの他人のことをね思いやれたらすごく良くなるんじゃないのかなと思います。短所はね、短所っていうのを気づいて、それがだからダメなんじゃなく、短所をねいい方向、いい方向へ持っていけばいいんじゃないのかなと思います。はい、ということで1月22日生まれの有名人さんは、サッカーのね中田、ね、中田英寿、中田です。で、星野仙一、野球のね星野監督でね、で高須クリニックのね高須克也さん、高野由里、高橋恵子さん、ダイアン・レイン、千葉真一、大塩平八郎、まあ、そんな感じでね、はい、あの江戸後期の学者やね、大塩平八郎だね、まあ、あのそんな感じでね、結構いろんなね有名人さんが出てるけども、やっぱりね高須クリニックの社長とか高野由里とか、中田もそうやし、星野さんもそうやけどもね、やっぱこう頭の回転が速くてね、活発っていうところでね、やっぱりみんなをこう引っ張っていくっていう力あると思うよね。だからそういうところをね本当にこう生かしてね、で何て言うのかな、いろんなこうアイデアでね、決まったこと、同じことをやるんじゃなく、その都度その都度臨機応変に対応できるんで、ね、いろんなそういうんですが、アイデアとかね、そういうものを、人にこうアイデアを売っていく。だから結構ね仕事でよくあるのが、こんなんしたらいいよ、こんなんしたらいいよって言うねんけど、お前せえへんやんけって言われるのね。そうじゃなく、そのこんなんええよええよっていうのがすごい得意やねんけども、自分でするよりも誰かにしてもらう。そうやってね、みんなにこうなんていうのかな、リーダー的存在でみんなをこう適応して動かせるっていう仕事なんか向いてるんやろうね、うん、今まさにあの社長気質っていうところかもわからんね、はい、ということで、1月22日生まれさんの、誕生日占いでした。今日のあちゃんの誕生日占いよかったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。